梅ちゃんとニンニクの香りがします。アジフライ来ました。ケンチです。今回は上野駅に来ております。10時ちょっと回ってますけども、朝飲みさせていただきます。すごい私カツが好きなんですよ。そのカツの中でハムカツが大好きで、めっちゃ美味しいハムカツ、ミルフィーユハムカツを売ってるというお店にこれから行き朝飲みさせていただきます。場所は上野駅から、ずっとこちらの方真正に見える上野御徒町中央通りをずっとまっすぐ行って左に行ったところ。いや雨降りそうなんですよ。でも早くさっと飲んでね、雨降る前に駅に戻って、今日ね大阪に帰るんですね。帰るちょっと前に朝飲みして朝に帰るという今日のスケジュールでございます。上野自体は今まで何回か動画撮らさせていただきました。下の概要欄ぜひ見てください。うわーすごい、これあれですよ、これパチンコ並んでますね、両方すごい賑わってるわ。ここ門倉、ここよ、名物のハムカツ、これを今から食べに行くんですけど、まさかこの配送の車に出会うとはここでも右に見えるのがこちら今回の門倉さん。あれまだ開いてないのかな。休業中めっちゃいいこと書いてますね。健康をテーマに食道源や糖質カットなど取り入れ、楽しく飲んで美味しく食べる、そして心も体も健康に、どうか新生門倉にご期待ください。いや次東京来た時はぜひこちら門倉さんでミルフィーユハムカツ食べさせていただきます。残念ですけど次の店探します。ちょっとこれすごいですか。選べる最大10品、せんべろセット1000円、サイコロ10個で組み合わせ10、ドリンク22種、フード30品ですかね。その中からいろいろできるんでしょうか。いやよく分からなくてですね、10時からも飲めるっていう、それはありがたいですよね。いただくんですけど、はい、それで、減るサイコロの個数が変わってて、1個の注文で3個減る、はい、生とかだと3個減ったりしてて、はい、例えばなんですけど生3杯飲んでもらうと、はい、もう 10個のうち9個減っちゃうので、はい、あと1個しか注文ができないみたいなので、その組み合わせは何も自由なんですけど、はい、時間は1時間制で、はい、45分の時にラストオーダーになるので、はい、そこまでに全部いただけた形になります。朝なのか飲み込みが遅い。サイコロ1個2個3個っていう意味がやりながらですね、 QR コードのご注文になるので、はいはい、これを読み取っていただいてご注文になります。はい、はい、スマホで早速読み込みます。せんべろセット1時間以内にドリンクフードは空にするようお願いします。残すと良くないというところですよね。このからしとかおしぼりとか、こういうのも全部、サイコロ振るんではないんだ。このサイコロは要は金券と同じような扱いなんだよね。そういうことか。わかりました。サイコロ3個渡すとこの中で選べると、扱い1号はサイコロ3つというところですよね。砂糖も各ハイボールもあるし、サイコロ1個だったらもう10品注文できるんだよ。例えばワンコ10杯飲めるんですよね。ホッピーの中がサイコロ1個なんですよ。100円ですよね。ほんならホッピーの外、これが300円で、ホッピーの中と外が唐揚げ、アジフライ、メンチカツね。いやもう何回どうしようチューハイ行こうか。チューハイ、いや瀬戸内レモンサワー決定ですね。決定で他のメニューも選ぶ、アジフライで唐揚げも注文すると、瀬戸内レモンとアジフライと、鶏の唐揚げ1個でサイコロ3つお渡しするというところですね。はい、ありがとうございます。いいのかと思いますね。この仕組みは初めてですね。よくこう1杯目は300円、2杯目は200円、3杯目100円というような、ドリンクのメニューの店もありますけども、瀬戸内レモンサワー10杯飲んでも税込みで1100円なんですよ。ではいただきます。料理が来る間に作戦を練りましょうかね。どうしようかね。イカの塩辛もね、煮干しと合わせたいなっていう気持ちもありますし、マグロのブツもいいな。あったこブツ今売り切れなんですね。いやーすごいな。エイヒレが200円、赤ウインナー、たこ焼き200円、3個も確かにいいよね。カンパチの刺身よね、3個で。
いや、なんか赤霧島もあるってプレミアム焼酎、まあ今はね、そうでもないですけど、一時プレミアムすごかったですよね。はい、ありがとうございます。唐揚げ来ました。結構大きめなのの1個。アジフライ来ました。これは間違いなくボリューミー大きいですよ。では唐揚げいただきます。めちゃんこニンニクの香りがします。中からうまい汁がどん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 こう溢れてきてますね。次は何を飲みましょうか。なんかね、サイコロ1個でいきたいですよね。ワンコいきましょうか。ロック水割り、あ、そうですね、まあ、水割りでいただきましょうか。で他のメニューも注文します。いや、どうしよう、ネギトロの刺身、味のなめろうもいいな。なめろういただこうかな。赤ウインナー、たこ焼きもめっちゃ悩むわ。いや、メンチカツでいいんじゃないメンチカツ、はい、確認、はい、注文、あ、はい、ありがとうございます。来ました、ワンコの水割り100円です。ではアジフライいただきましょうか。さっきのこのマヨネーズなんだけど、マヨネーズはあえてつけなかったんです。これ唐揚げはマヨネーズつけなくても普通にデフォルトで美味しかったので。うん、まあ、いや、独特な香りがしますよね、ワンコの爽やかで。私はね、アジフライはやっぱりこう醤油かなと思ってまして、いや、これはね、このワンコに合うというところで醤油を選んでます。次は醤油をタラッとかけたアジフライとワンコ、うん、青のりめっちゃ磯の香りがしました。これちょっと七味を、うん、七味醤油、メンチカツ来ました。このメンチカツにも青のりがついてますけども、この青のりすごい細かくなくて粗め、大きめな青のりなんで、なかなかこういう青のりの大きいのって見たことないですよ。ではこれ熱々のうちにいただきましょうか。うん、まっ、あの、たっぷりと肉が入ってるというわけじゃないんですけども、すごい肉の味がします。メンチカツってやっぱりこの肉の旨味がしてメンチカツだと思っております。でこれどっちかって言ったら肉屋さんのコロッケの味に近いのかなと。これはソースですね。次はソース、実際これ何もつけなくても十分味が乗ってますけども、ちょっと追加したいなと。でここから忘れてならないのは、ちょっとピリッとさせたいので一味唐辛子をかけて、でファイナルステージ、次何しようかなと。いや、楽しいな、この選ぶのが楽しい。5つ注文したんですよ。ということはサイコロ残ってるのも5つ、だからまだサイコロ1個だったら5品注文できるんですよ。サイコロ2個がね、高級でね、注文できるんですけど、なんかちょっともったいないでもここね、サーモンの刺身ってあるんですよ。熱燗1号もあるじゃないですか。だから熱燗1号で注文して、デイヒレを注文したらちょうど5個になるんですね、サイコロ。またはサーモンを注文をして、黒霧島のお湯割りなのかなと思ったりもしますけど、どうしようかな。熱燗、いや、いきますね、いきました、あ、いきました。いや、
やっぱイカの塩辛いきます。イカの塩辛と串いただきましょうかね。フライドポテトでちまちまいくのもいいんですけど、はい、3個4個5個ですからちょうどいきますね。はい、注文。はい、これで私はサイコロ10個すべて失いました。これは1日1回だけということなので、これでも毎日通いたいかもしれない。すごいな。ありがとうございます。厚感1号来ました。朝からね、1000円でこんだけ飲めるってすごいよね。お、朝から厚感飲むのはいいですね。今日ちょっとあの肌寒いんですよ。まあこういう時にピリッと辛口で、後からね、まあ旨味がうわーっとこうくる厚感。イカの塩辛来ました。めっちゃのんべえじゃない。のんべえセットですよね。イカの塩辛、一回自分で作ったんですけど結構大変なんですよ。まあイカのこの掃除もそうなんですけど、この綿、このピンク色って何の色なんだろうというか、これ綿の色なんですよね。だから新鮮なイカじゃないと作れないんですよ。で塩もねそこそこ入ってるんで、作ったら、あ、塩分結構入ってるんだなっていうところで、あんまりバクバク食べれないという、あ、そういうこうブレーキがかかるという。来ました、ブズラの串カツ。関東串揚げって言うんですね。串揚げ来ましたね。これでせんべろ終了です。いや、しかしこのイカうまい。こんなに美味しかったって思いますね。やっぱりイカの塩辛は日本酒が一番合います。串カツをいただきましょうか。まずはソース、一つはソースね。はい、まあ、うずらって大体大きいじゃないですか。だから串カツの中ではボリュームがある部類に入るんではないでしょうか。ボリュームがありコスパ最高の串カツだと思います。うん、ホクホク。中の黄身のところがすごくホクホクで美味しかったですね。ソースと定番のこの七味をちょっとかけると、山椒ごまが結構上の乗りました、ね、これもどっちかって言うたら、なんかその時の運というかね、七味っていろんなスパイスがあるので、これなかなかこうすごいよ。この大きな粒が上に乗るっていうのは、うまっ、こりゃうまいわ。あともう一杯で終わりかなと思います。最後イカの塩辛をね上に乗っけちゃおう。こういう食べ方は推奨しません。私の食べ方というところでご了承ください。ちょっとあのたっぷりとうずらの串揚げに塩辛トッピングしました。いや、めっちゃ合うわ。私の狙い間違いなかったです。では最後はこの塩辛と日本酒で締めさせていただきます。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。間違いなくやばいお店ですよね。まあ、サイコロ10個あって、その1個のメニュー、2個のメニュー、3個のメニューっていうところで、まあ、注文すると、3個のメニューを注文したらサイコロ10個の中から3個引かれて残り7個あると。でサイコロ10個あって、お酒1個のメニューあるとするじゃないですか。そしたら10杯飲めるんですよ。瀬戸内のあのレモン、あ、10杯飲むんですよ。10杯飲んで1000円なんですよ。やばくないですか。フライドポテトですかね。フライドポテトをちまちま食べながら9杯飲めるっていう、それで1000ベロですよ。すごいなと思います。皆さんよろしければもう検索したら分かると思います。上野駅からもう大体徒歩5分ぐらいだと思いますけども、上野1000ベロシリーズの動画は下の概要欄にリンク貼っております。あの大統領の動画もありますので、よろしければ見ていただきたいと思います。ケネチでした。